ついに捕まえたのですね。奴を捕まえるためにどれだけの犠牲を払ったか、すべて二人の団長のおかげです。いいえ、私たちもオルシュタイン教の作戦に従っただけです。奴と同じ姿形をした者が現れてから戦況が突然不利になりました。一体あの正体は何なのですか？私たちもよくは知らない。確かなことは一つだけ、あの仮面をかぶった奴がそばにいると敵は皆尋常ではなく強くなるということだ。オルシュタイン教が調べるまでは何もわからないということですか。わかりました。今はオルシュタイン教に奴を送り届けるまでしかと閉じ込めておきます。奴の仮面を剥がせ。ダメだ、僕の仮面を取ってはダメです。あなた、その顔は。そんなはずない。お前が、どうしてお前が。シェラが大至急来てほしいと言った場所はここのはずですが。この地図を見て場所を特定するのは無理そうですね。待ってください。いかがされましたか？どうしてこんなに早いんだ。身元確認をします。急いでいてつい検問所を通り過ぎてしまっていました。ご迷惑をおかけしました。これは帝国公爵家の紋章。あなたはまさか白い使者。失礼をいたしました。フードをかぶっていたので気がつきませんでした。検問は終わりということで良いですか？申し訳ありませんが、訪問目的だけ教えていただければ。ルールなので。基地のどこかにある仲間を探しているのです。地図に書かれたこの場所がどこなのか分かりますか？これは暗号地図。私にはよく分かりません。あ、そういえばあっちにいる仲間が暗号解読が得意だと聞いています。この前はあいつがコキュートスの暗号文を一つ解読して手柄を立てたそうですよ。そうなのですね。情報ありがとうございます。とんでもないです。こちらこそお忙しいのに失礼をいたしました。ではコキュートスに死を。コキュートスに死を。そうですね、コキュートスは必ず倒さねばならない存在。コキュートスを必ず断罪する。二度とこんなことができないように、最後の一人に至るまで全てだ。一年経ったというのにまだあの時の記憶にとらわれている。シェラが書いてくれた地図を解読できる人は早く訪ねに行かなきゃ。
ぐこの程度で十分だろう。
にもなりませんね。これこそ悪がたどる末路です。Thank you.
いや、手を、やあ、はあ、皆さん、お疲れ様でした。
なたは、ユースティ、エーデル・フェルト？ラテル、私を思い出したのですか？鋭敏だけど、温かなこの感覚。なぜだろう。初めてなのに、懐かしい、ような。ラテル！どうしてあいつが、ユーティの名前を。もしかして、本当に。皆さん、どういうことですか？シルビア団長、ルビア団長、私にもよくわかりません。確かなのは今、白の死神様が何らかの方法で奴をおとなしくさせたということだけ。逃げ出した捕虜をお前たちが捕まえたと聞いて駆けつけてきたんだが、見た感じ誰一人今の状況を正確に把握できていないようだな。そうですね。でもそこまで悪い状況には見えません。まずは皆さん、とてもお疲れでしょうし、どうですか、食事でもして一息入れませんか。でも今はラテルを見守らなければ。ユースティア、あなたは彼をラテルと呼ぶのですか？ブリジット、彼を安全な場所で休ませていただけませんか？え、いくらなんでもコキュートスの道具である可能性のあるものを放っておくわけには。お願いします。それで発生する問題は我々アルデバランが全責任を負います。わかりました。オルシュタイン卿には借りがありますから。ありがとう、ブリジット。さあ皆さん、あのラテルに似たものはブリジットが面倒を見ますから、基地内の酒場に行きましょう。シルビア、ユーティ、今はシルビアの言う通りにしましょう。私もユーティに聞きたいことがあるしね。わかった。今はそうする。シルビア団長、ルビア団長、酒場でまたお会いしましょう。ああ、待っている。ゆっくりしてくるがいい。二人とも気が利いて面倒見がいいのは相変わらずだな、ユースティア。大丈夫か？ええ。理由はわかりませんが、今のラテルであれば大丈夫そうな気がします。酒場に移動してお二人と話をしましょう。このものは私が見ていますから、行ってらっしゃい。ありがとうございます、ブリジットさん。じゃあ行こっか。わかった。おや？Thank you.
うん。これで良かったのでしょうか、ヘッタ様。
それ。Thank you.
それくらい朝飯前よ。
キャン。ようやく帰れそうですね。